いいですね。ミドルクラスなんですよね。お値段わかりますか？ これ は、はい。税抜き3万円ですね。マジっすか？あ、これいい。これいい。これはいい。唯一無二な感じがしますね。はい。というわけで、こんにちは。パーカッション高見です。先週、菊谷ミュージックさんと行った DG カホンの叩き比べの動画を見ていただきましたでしょうか。あの動画見た方はね、あ、絶対こいつ都会を買うなと思ったかなと思うんですけれども、ご明察でございます。はい、無事お迎えしました。自腹です。実は前回のロケの後、菊谷さんからまたご連絡いただきまして、調べたらもうメーカーの方にはこの都会用の在庫がほとんどありませんと、どうしますか、買いますかと 迫られましてですね、買いますっつって、はい、決断して今に至ります。で、知らない方のためにご説明しますとですね、この DG でグレゴリオ・カホンっていうのはスペインのカホンのメーカーで、僕は遠藤さんをやらせていただいてるんですけれども、日本では菊谷ミュージックさんが販売元で輸入販売しているっていう形なんですね。で、一応ネットで検索しましたら、いくつかのサイトやいくつかのお店にはこのトカヨがある、まだ在庫は使ってるようなんですけれども、その大元の菊谷さんの方には在庫、希少ということなので、もしこのトカヨをね、欲しいと考えている、購入を考えている方は、ちょっと急いだ方がいいかもしれません。まあ、廃盤になったわけではないので、その感染症のあれこれが収まったらですね、またスペインから入ってくるとは思うんですけども、これちょっとまだ確かなことは言えないので、今すぐ欲しいという方はね、お急ぎくださいという感じです。はい、では前回は短い時間の思想だったのでですね、今回はじっくりこのトカヨを見て叩いていきたいなと思います。またこの録音環境が違いますので、改めて叩いてみますので、どんな音がするのかっていうのを聞いてみてください。いかがでしょうか。もう相変わらずね、唯一無二感で、特にこのハイの音、これが気持ちよくないですか。こう叩いててもね、ビンビン来る感じで、すごい僕はこれを気に入ってるんですけども、もうずっとこれ叩いていたいみたいな。前回メーカーさんにいろいろ教えていただいたんで、それをみんなに受け売りしますとですね、このトカヨの座面っていうのは特殊なフェノール樹脂の一枚板でできているっていうことなんですね。で、通常多くのカホンっていうのは薄い板を何枚も重ねたプライの構造なわけなんですけれども、これをね、仮に1枚でやった方がなるんじゃないかと思いきや、その1枚板、単板っていうのはすごく加工が難しくて、まあ、なかなかうまく振動しなかったり、ならない、反応が悪いっていうことが多いらしいんですね。で、仮にこう楽器として使える、カホンとしてすごくいいなりの単板、木材を使ってちゃんと加工して作るとなると、むちゃくちゃコストがかかりますと。で、通常のカホンのね、だいたい3、4倍ぐらいの値段になるっていう感じなんですね。で、前回叩いたヤクイデラックスっていう DG の単板モデル、最高級モデルは、まあ、お値段8万円以上と、なかなかハイクラスであるっていう感じです。で、このトカヨはね、その単板の良さ、単板の鳴りの良さをそのままに低価格に抑えたっていうモデルなんですね。このフェノール樹脂を使って1枚板にしたことによって、単板でしか得られないこの箱鳴り、叩いていただいたら分かるんですけども、単板の加音でね、こうズンズン、ズンってこう振動が来るんですよ。普通のカホンでも叩いてこう軽く自分に振動が来ると思うんですけども、単板のカホンってね、何とも言えないこの波のような振動を ずっと感じてるわけなんですよ。その単板のような鳴りと、通常のプライの画面で得られるようなレスポンスの良さと、その価格面ですね、思いっきりコストを下げることができるようになったという、ウィンウィンウィンなモデル、なかなかすごい楽器なんでございますよ。はい。都会は最高だよって、作ってる DJ オーナーのパオロにですね、メールしたら、まあ、喜んでメール返ってきまして、その内容っていうのがね、ぜひみんな知っておいた方がいいかなっていう内容だったので、ちょっと紹介させていただきます。 It takes a good hand technique to get its potential. Otherwise, people don't understand it. The majority of cajon players, especially beginners,
tend to play the top part of the cajon with the tip of their fingers, so tocayo doesn't deliver sensitive response, and people don't understand its quality. Snare cajons need a different hand technique than snareless cajons, and you have it right, so that is why you can appreciate tocayo. ということです。すごい簡単に言うと、カホンやる人、特に初心者の多くは、このカホンの上の方、端の方を指先で叩いてしまっていると。はい、こういう叩き方ですね。で、この叩き方だと、カホンのポテンシャルは引き出せないよっていう話だったんですね。響き線タイプのカホンで一番抜ける音っていうのは、こういう音。なんですけれども、特にね、このトカヨはこの音がむちゃくちゃ気持ちいいわけなんですよ。そして唯一無二なわけなんですけれども、まあ、初心者の多くは指先で、まあ、こういう風に叩いてしまうから、みんなこのトカヨの良さを理解していないよと、オーナーのパウロはご立腹だったっていうわけなんですね。で、日本でもどういうわけかですね、このハイトーンをコンガのスラップみたいにして、こうやって叩いてる方結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですよ。あのね、楽器屋さんの店員さんとかレッスンされてる方でもね、こうやって叩いてる方結構僕見かけます。あの、絶対間違いっていうわけではないんですけれども、一応知らない方のためにね、解説させていただくと、まあ、もともとカホンってペルーの楽器だったわけなんですけども、ペルーのカホンって響き線ないんですよ。まあ、こういうただの木の箱、ナチュラルなサウンドだったわけなので、まあ、南米のね、コンガの叩き方、オープンとスラップ、この叩き分けでこの音色の違いを出していたっていう話なんですね。はい。で、これがスペインに移ってから、響き線が入ってからは、この板を振動させて、弦を振動させて鳴らしているので、こうスラップで押さえちゃうと、この振動止めてるっていうことなんですね。で、あえてこの音が出したいっていう場合は全然いいんですけれども、まあ、楽器本来のこのサウンド、仕組みとしては、こう打ち放った方が自然なサウンドがするっていう話です。で、この叩き方についてはですね、カホンパーフェクトレッスンっていう動画でむちゃくちゃ詳しく解説しておりますので、まだ見てない方はぜひご覧になってください。はい、というわけで今回は無事トカヨをお迎えしましたという報告でした。僕と同じくね、あ、トカヨいいなと、気になるなという方はぜひチェックして、在庫がなくならないうちね、早めにゲットしていただければいいなと思います。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッション情報を毎日発信、毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションワークショップもやってますので、引き続きをチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。